バスでふざけた子供は、一度嘘をついて、それをさらに繰り返してしまった。結果、あなたは嘘をつく人だ、そういう確信がついてしまって。結果、発言のすべてに、疑念。たかが、だ。金銭的な損失は数百円にも満たないだろう。しかし、この子供は発言、そのすべてが、嘘かもしれない、ことになり、その、もう嘘はつきません。信用できない。打開の機会を失った、わけだ。言葉の謝罪は意味がない。嘘つき、つきまとう汚れ。具体例で、ホリエモン。粉飾決算で前科者になったが、テレビに出ているし、裁判所から再び怒られても、悪びるどころか不服ありという状況？社会全体が、こんな状況、なのはわかる。嘘をついたことに否定が薄い。社会の中に、結構大きな、穴、が開いている。回復する手段がない。重篤な危機なのに、入り口の些細さ。